ブに行ったら、こうカービィがね今年30周年ということでコラボをしておりました。コラボ商品がね昨日出てて、あこれは買わなきゃってね、あの今カービィディスカバリーっていうのが欲しい島崎にとっては、このパーカーを買ってしまいましたということでそうなんですよ。ということで今日はねこちらのギリがお届けさせていただきます。ありがとうございます。髪型はこんな感じです。あまりやったことないかなという感じです。今日はもう完全にちょっと一人でねお届けするので頑張りますよ。ちょっと待ってね、ただいまあれを出します。リスト来た来た、よしこれ、あゆりさパソコンをさ画面をこうやってスワイプしちゃおうとするんだけどさ、画面直接触ってもパソコンだからできないっていうことで、そうなんですよ。ちょっと今日は頑張って自分で撮影しますよ。さっきちょっと練習をしたんですよ。でもちょっとね絶妙な感じなのでもうちょっとねうまく撮りたいと思います。あそうなの、これぐらいのねカービィちゃんが いるんですけど、これぐらいのそうお留守番なので実家で、ちょっと本日は実家のカービィちゃんに向けて愛を叫びたいと思います。カービィ好きだよー、ありがとうございます。ということで早速ちょっとゆりの会は19時までなので皆さんどうぞ最後までお付き合いください。一人目はすみさん、ありがとうございます。ゆりえちゃんこんにちは。今週は間違えた、来週はいよいよバスツアーだね。今回は泊まりがけだしライブも2本あるしでめっちゃ楽しみ。ゆりえちゃん19歳ラストのバスツアーになると思うけど、果たして最初のバスツアーがどこになるのかも楽しみにしているね。神奈川だったらいいな。ありがとうございます。なんとね第2回の開催も期待してくださって、嬉しいですね。菊池さんもシナもありがとうございます。まあでもバスツアー自体がねすごく久しぶりで、もう何年ぶりとかなのでどんな感じになるのかな、ちょっとそわそわしますね。ピクって撮りたいと思います。ちょっとねより横で撮りたいんですよ今日は。横で撮りたいからこれ、ね、さっき持ち方を考えてみたの。こう特殊な持ち方なんですけど大丈夫、いけるかな。あ待って、これ光がさ、おあ親指で隠れちゃうかも、これやったら。ちょっと確認します。まだ一人目なのでね。そっかそっか、今のはちょっと別のだったな多分。これも違う、すごいこれ見えないんだけど、これ、こうかな。ここで頑張って親指で押すっていう作戦。もう小指がプルプルしてるけど。あー、絶妙やね。ちょっと光がね、良くないな。大丈夫でありますように。ありがとうございますね。いや、ちょっと試行錯誤って感じ。やっぱこれちょっと光がね、NG 出てます。もう一回だけやらせてください。ごめんね。腕が影になる？あ、本当だ。こっちから光が来てるから。やっぱ右手でいっか。こうかな。もう手首がすごいこと。近いな、これだと。縦でいくか。そうですね。それがいいな。
頑張って、こういう感じでスマホっぽくこれでいきます。ね、昨日ね予防接種を打ったからね痛いのすごい、もう2日目がねすごい痛い、インフルエンザのやつね。こっちでいきます。よし、それなら大丈夫ね。やっぱ2日目が痛いんだね。結構インフルエンザになりたくないなって思いましたということで、ちょっとね多分これは大丈夫なので、うん、今のところ大丈夫そうなので、あ、いい感じ、サインを書いて、あ、待って、でもね、そうね、あれ、あー大丈夫大丈夫、ありがとうございます。これで、これであれします、サイン書きます。で、宛名はスミさん。よし、ということで今日はユーリーからのチェキをしますシーマーよりユーリーでね、カービィだからシーマーマーザーザーキー、ザーキーかもしれないですカービィザーキー、ザーキーからのチェキ、スミさんありがとうございます。ここからね、あの落書きとかしてお届けしますので、ぜひよろしくお願いしますありがとう、ありがとうございます。眩しさが溶かしてく青空、ということでバスタイム楽しみましょう。続いての方はよっくんさんです。お、ありがたい、久しぶりのおうち実会待っとったです。お待たせしましたいてくださってるかな、ありがとうございます。よっくんさん、うん、ザーキーは結構武闘派っぽい確かにね、江戸岩田出すと思います。いるカービィだとね、あのカッター好きかも、シュッ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 ってやつ、カッターこうやつ、葉っぱが切れるやつ、武闘派じゃないね、それは。でもこういう技を繰り出すかもしれないザーキーは、もしかしたらあれにも出てくるかも、スマブラ行きます、久しぶりだねっていうことで、ちょっといい感じに、あれさっきどうやったっけ、こうか、こうかな、あ、ちょっと押せないな、こっちで、両手で行こう、もうスノブレ参戦は熱い、熱いね、確かに結構人気キャラじゃないといけないよ、そこまで頑張ります、スマザーキーザーキー頑張ります、ありがとうございます。知らぬ間に剥がれ落ちていく、そうよりちょっと腕が短いからさ、なかなかちょっとね奇跡の距離ってねあれなんですけど、あ、でもちゃんと落ちちゃった、ちゃんと映った、よかった、よくんってことで後ろも書いちゃおう、オッケー、シャキン、よくんありがとうございます。
そうなのアップめな感じになっております。チェキチェキ、ここからね落書きしていきたいと思います。いつもありがとうございます。お楽しみに。ということで、続いての方もういっちゃいます。どんどんいくで。まばたきもせず見上げてた。続いての方、マリンちゃんです。ありがとう。10月8日おうち1回メッセージ、あと前の分まで読んじゃいましたね。前回のワッサーがこの前のような気持ちです。この前のような気持ちです。あの時はガチガチに緊張したので、今回は少しでもリラックスできるといいな。ほら、思いっきりユリアコールできるライブも待ってました。みきちゃんとの秋休みの楽しみ、あと少しお仕事頑張るよ。ありがとうございます。そうなんですよね、バッツァー最初はもう本当にユリも加入したてというか、みんなともあんまりね、なんだろう、付き合いが長いくなかった。なんて言うんですかね、ユリもちょっと緊張してたところがあったんで、もう今回はね、もうメンバーとも皆さんとも距離が近くなったということで、もう思いっきり楽しんでいきたいなって思います。楽しみだよね、お仕事も頑張ってくれてありがとうございます。撮っていこう、頑張ってファイティングポーズするわ。いけるか、島崎行くんだ。よし、やっぱこれは左手で行くぞ。よし、これぐらいで、これくらいのイベント箱にこれでいけるでしょう。こんばんは、ありがとうございます。皆さんは今夜は何食べます？夜ご飯は。お、確かに前回と同じいわきっていうのもなんかいいねって。確かにね、前回もバスツアーでいわきに行かせていただきました。水族館とか、あれだね、なんて言うんだろう、ああいう場所で食べるの初めてだったんだけど、新鮮なね海鮮をいただきました。あ、いい感じじゃない？ちょっと背景がね絶妙に映り込んでるけど。あ、待って、カレー民が2人いらっしゃいますね。カレー作りながらとカレーを食べ終わりました。いいじゃないですか、ゆる昨日カレー食べたから、みんなだからカレー食べたくなっちゃいました。ありがとう。お好み焼きいいね。そうね、ちょっと福島の方でもね食べたいものがいっぱいあるんですけど、いっぱいあるんだけど、ゆりはもうお昼かな、夜ご飯かな、知っているのでメニューを。楽しみすぎる、やばいやばい、足がしびれた。正座してたから。カーリーやね、カービーみたいなね、トーンで言ってるね。お、明日か、美味しかったね。ちょっとマリンちゃんはきっとね、でもお仕事頑張ってるのかな、まだまだファイトでございます。明日は、まあもういくつ寝たらだよね、もういくつ寝たらバッターってことで楽しんでいきましょう。イエイ、ちょっとアウターも準備していきます。チャキン、ありがとうございます。ということで、あ、熊太郎ファイトありがとうございます。おじさんちょっとネタバレを、海鮮かもしれないし、お肉かもしれないしっていう感じです。バスターね、来てくださる方も、ライブだけ遊びに来てくれるよっていう方もいらっしゃると思いますね。全力でお届けしようと思います、頑張ります。ということで、続いての方はしおりちゃん、しおりちゃんだ、ありがとうございます。しまちゃんこんにちは、お仕事なのでお家一回はアーカイブで見るね。
いわきツアー楽しんできてね、当日晴れることを祈ってるよ、ありがとうございます、嬉しい。ただ今ねお仕事中ということで、じゃ見てくれてる頃にはお疲れ様ですね、お疲れ様ということで、席をねお届けしていきたいと思います。晴れるといいな本当に、ただただあるねそれはね、光と背景とのバランス、よしここがベストだと思ってるよりで、ちょっとねカービィが見える塩梅で、よし来たね、ちょっと雨ミキ雨女ちゃんが多いのであれですね、テルテルになります、テルコちゃんになります。となるほどね、1日目の陶芸でてるてる坊主を作る絵の揺れで陶芸をね作りたいのがいっぱいある。陶芸は花瓶を作りたい、あとは埴輪を作りたいの、いくない埴輪かわいいじゃん、こういうやつあり、来られないよっていうね方にもいっぱいのお土産話を思って帰りたいと思いますので、ね、お土産話のものを楽しみにしてくれていたら嬉しいです。しおりちゃんありがとうございます、届くの楽しみにしててくださいありがとういつも。ということで続いてはフルさんです。フルさん Thank you、 やっほーしおちゃんお疲れちゃん、来週のバスツアーワクテカで仕方ないっすよ、ライブでしょ、お楽しいイベントでしょ、もうディズニーに行くよりもう楽しいに違いないってね今日はやぼよあってリアタイできんけど、後でアーカイブ見るんでよろしくちゃんだよ、ありがとうちゃんだよ、ありがとうちゃんだよ嬉しいね。ということでうちさくしよう、よろしくちゃん、よろしくちゃんされたので楽しいちゃんでいきたいと思います。あれ釣る前だやってしまった、失礼します、プリンくんありがとうございます、すごいガシャーンってまあね、そう、そう物がいっぱいで大変ではあるんですけど、思い出の品ってなんかまた別腹でしょっていうのがあるので別腹、よしよしよし、いきますよ、今度こそ、思い出の埴輪、そう、動物の森でね、埴輪が今、あつ森はないのかな、あつ森では見ないかもだけど、動物の森で飛び出せ動物の森でね好きだったんで作りたいです。ただ今フルさんはね、野暮用っていうことなの、野暮用ってなんだろう急、きっとアーカイブで見てくれているんじゃないかなお、いい感じだ、よろしくちゃーんって感じの敵できました。え、あつ森でもあるんですか、ハニワ。
え、ゆりまだ出会ってないかもしれない。あれ出てくる。そっかありがとうございますということで、フルさんありがとうね。本当にわかる、バスツアーがね楽しみすぎて、あの多分みんなときりも同じ気持ちです。でもまだ荷造りはしてないの、洋服だけ決めた。でもね、あのまだ1日目っていうか、あのもう1日の服を決めてないので、どうしようかなって思っております。パーカーでもいいかなそれはちょっとあの簡単すぎかな、考えておきますということで。アーカイブね、上がりますね多分 YouTube だと思います。よろしくお願いしますということで、フルさんありがとう。続いての方は、やばい、もう22分ですね。いけるよ、大丈夫だよ。くま太郎2枚ありがとうございます。お年玉です。10月のお付き合い嬉しいな。1枚目はいわきバスツアーで楽しみにしていること書いてほしいな。2枚目はここから黙読で。10月もいっぱいよろしくです。ありがとう、本当にラブですよろしくお願いします。ありがとう、リアタイムしてくれて嬉しいです。1枚目は楽しみやね。楽しみにしてることあれでしょ、やっぱりちょっとどうしようかな。せっかくで2枚買っていただいたので、ちょっと2枚ともちょっと違う感じにしたいということで、フードをかぶろうかしら。そのお団子が出てるけど、まあ気にならないでしょうということで。楽しみなことだから、楽しみなことがねありすぎてね、いっぱいなんだよね。違うな、会社押せない押せないよ。近いの多分これ、よいしょ、いける、来た、ありがとうございます。もう一枚は、おい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 、来ます。これ横で撮れないかな、せっかくだからアニメっぽかった、暗くなっちゃう。多分大丈夫、確かにハニワっぽいかも。いけるいける、ハニワハニワハニワペンはペンペン、感じよ。意外に泣きはしてるありがとうございます、嬉しいな。ということで改めてね、ゆりからあの言葉をお届けしたいと思います。おめでとう、ありがとうございます。幸せな幸せな日々を過ごしましょう伝わったかな。ということで、続いての方はおゆさん、おゆさん2枚ありがとうございます。こんばんゆりゆり、一気に秋になった感じですが、もう来週はいわきなんですね。ライブはもちろんバツアーで2日間まるまる楽しんじゃいましょう。今回は2枚、陶芸で芸術の秋を感じるゆりゆりな1枚、もう1枚は今日うちにやってくる予定のカブを歓迎してあげてください。かわいい飼育が見れるのを楽しみにしていますね、よろしくお願いします。ありがとうございます。よし、やめれたいですね、カブを迎えしたの
マトルもありがとう、ありがとう。本当にいいな、緑だもんね、かっこいいよね。イケメンは？芸術の秋。来た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 。スマイルはね。OK、幹部歓迎ね、歓迎会しましょう。幹部歓迎会。これもね、横でいけるかな。だから行くぜ、ゆりは。壁いけるかな。押せない。いけるか。ありがとうございます。いい感じじゃない。こっちは歓迎だからこっちに書く。っていういいよね。っていうすごい好きなんですよ。ありがとうございます。おゆさん、あ、来た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 。2枚ともいい感じでございます。あとね、うちのカブも喜んでると思います。そう、カブっていうのはバイクね。いや、わかる。なんかさ、ユーモアのマイバイクカブを買ったんですけど、でも新品じゃないよ、新品じゃないけど、なんかね、すごい家族みたいな感じなんですよね。もういてくれるだけでなんかめっちゃ嬉しくて、もうなんか家族ができたみたいな感じだからさ、すごくなんか気持ちがわかります。喜んでくれてると嬉しいな。いっぱいたくさん乗ってください。あと今度見せてください。ありがとう。でと続いてはバニーさんだ。ありがとう、バニバニ。おいさん、ありがとう、ありがとう。バニーさん、こんばんゆりゆり。いよいよ来週はバスツアーですね。いろいろ楽しみなことはいっぱいあるけど、特に楽しみにしてることは何ですか？2日間ずっとゆりと一緒に過ごせるのがとっても楽しみです。嬉しいな。嬉しいことをね、楽しみにしてくれているということで。いやー、でもゆりもね、みんなと過ごせるの本当に楽しみよ。あの、嘘なし、嘘なし 100% 純粋素直まっすぐな気持ちで本当に楽しみなの。あの、いっぱいね、ライブとかで皆さんにね会えるのも嬉しいけど、やっぱりこうみんなのさ、普段ライブで応援してくれてるとか、そういう姿しかね見たことないから、こう一緒にね陶芸やったりとか、もうなんかただただ楽しみね。なんかみんなもそういう気持ちでいてくれてたらいいなと思いつつ、特に楽しみなことでしょ。やっぱね、声出しライブは楽しみなんだけど、違うことといったらやっぱ陶芸にしよう。うん、陶芸にしよう。ちょっと埴輪が押してみるか。ということで、いけるかな。いけるね、多分。もう慣れてきたからより。そうなんですよ。とにかくね、みんな陶芸楽しみっていう事態。アフガニキメンバー
社長もおっしゃってたんですけど、そんなに楽しみなんだっていう、実はすごい楽しみなんです。やったことないの。ということでバニさんありがとうございます。一緒にパスターまでもう少し乗り切って楽しんで、楽しみにしていきましょう。あ、えぎぬまさん、プリンくん、あ、シナモンちゃんもありがとうございます。かわいいねありがとう。ダンシーテイということで、続いてたかしさんです。お、ありがとうございます。お料理のさしすせそはソースのそですか、ソルトのそですか。シーマタン、お料理のさしすせそいくよ。砂糖、醤油、こちら砂糖、塩、お酢、醤油、そ、味噌。ちょっともしかしたらボケるのを狙ってくださってたのかもしれないけど、真面目に答えちゃったありがとうございます。そうね、多分合ってる、多分合ってる。おちつき会お疲れ様です。秋はライブはたくさんですね。台湾も単独ライブもたくさんで、島崎さんの素敵な歌声が世界に響き渡る素敵な季節。ありがとうございます。島崎さんのパフォーマンスラブ、いわき公演楽しみにしています。ラブユリアーってコールするの楽しみです。ユリも楽しみ、ユリも楽しみ、ありがとうございます。嬉しいね、素敵な季節って言ってくれてるの。ね、いわき公演本当に楽しみすぎて、楽しみすぎてやばい、どうしようっていう感じだけど、やっぱりね、より楽しんでもらえるように最高のパフォーマンスをお届けできるように私たちも頑張っていきます。いけるか、イエーイって感じで、あー押せない、やばい、左手で走ってみないと、これ見えないから、いけるございます。赤いブレ見てくれてるかな。あ、今消えてた。お口の左手頑張れ、ありがとう、応援してくれた。ということで、あ、めっちゃいい感じだよ。あ、絶妙にちょっとカービィが見切れてますが、ありがとうございます。坂井さん見てくれてるかな。福島のね、いわき公園もめっちゃ頑張っていきたいと思いますので、ユリアーコール全力でよろしくお願いします。耳を澄ましております。ということで、続いての方がラストになります。しんちゃん、ありがとうございます。2枚いただきました。ゆりゆりこんばんは。なんと2期の配信イベント3回連続でハマスタの試合とかぶった、すごい、3回連続でかぶってる。確かに前回も言ってましたね。今日はクライマックスシリーズを見に行って、今頃延長戦か、祝紹介かっこはまさかの反省会なので、アーカイブで見るね。今頃、うわー、どんな感じなんだろう、ちょっと後でチェックしてみますね。なのでアーカイブで見るね。いよいよバスツアーですね。そしてワンマンは声出し解禁ということですが、残念ながらコロナ自粛後にファンになってコールわからないので、今回は見学かなと思っております。しょ、もろしょ先輩方のコールを聞いて次回に備えようと思います。あとベイスターのファンフェスタと被るかもの不安がありながら、ゆりゆりセンターのチケットを購入したのですが、なんと別々の日になりましたので参加できます。あ、これは炎のつく人には内緒ですあれ、炎のつく人、うん、一人しかいらっしゃらない
最初ありがとうございます。嬉しいね。いやでもさ、そう声出し解禁というかね、このワンマン限定で声出しができるというライブなんですけど、多分ね大丈夫、分かんなくても大丈夫、分かりやすいと思うよ。だからゆりたちもそのどうやるのかっていうねコール動画をね、やっぱライブの前にお届けできたらいいなっていう風に思っておりますので、お届けできると思いますので、ぜひそれをチェックしていただいて練習して、早速ね一発目から挑んでいただけたら嬉しいです。ということで2枚か。じゃあ試合後ということで、結果はドキドキだと思いますが、お疲れ様っていう感じでしょ。そうなんですよね、やったことない、ホールなし、やったことないっていうのが多いから要チェックでございます。ともう一個、もう一個はちょっとじゃあフードかぶろう。もちろんだよ、もちろんもちろん、みんなが全力で楽しんでくれたらね、それがめちゃくちゃ熱いライブにつながると思うから。じゃあ生誕も楽しみましょう、待っててねーってやつ。という感じで、きっとアーカイブ見てくれてる頃にはね、どんな感じなんだろう。ただただただ一緒に楽しみましょうね、これから。嬉しいです、なんか声出しできないっていうコロナの時期にね好きになってくれたっていうことで、嬉しい気持ちでいっぱいです。ミキのライブのね楽しさのさらにその先へという回になると思うので本領発揮ですよ、皆さんよろしくお願いします。いい感じ、めっちゃいい感じじゃない。ということで、しんちゃん本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。トロくんも楽しみにしててね。お、ということでお米が炊けました。皆さんもそろそろ夜ご飯の時間になるのかな。改めて、申し込みしていただいた皆さんありがとうございました。島崎は以上になります。ここからね落書きをして可愛いチェキをお届けできたらと思いますので、楽しみにしててください。やったね。何食べる、何作る、何も決めてないけど、とりあえず今日はスーパーでもう買いまくり爆買いをしていたので食料あります。第一候補はオムライスです。よろしくお願いします。ということで皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ最後に告知をして終わろうかな。はい、アプガニキはね、じゃあ今日いっぱい話してたからそれをあれ言うと、10月の16日に、いわき三崎公園野外音楽堂でありがとうワンマンライブをさせていただきます。あ、その前の日には対バンライブにも出させていただきますので、ぜひぜひ東北の方とかまだチェックしてなかったよって方はぜひぜひよろしくお願いします。この日はねみきちゃん声出し久しぶりの OK のライブになりますので、暑くなると思います。雨をとりあえず降らないように願っておきます。あとは
1月4日にワンマンライブ ZEP 羽田で行います。なんとショールームでチケットも買えてしまうので、そんなプレミアな、もうすごい大切なライブ、2023年一緒にミキと始めてくれたら嬉しいです。またショールームで配信した時にぜひチケットチェックよろしくお願いします。そしてラスト、11月の20日に島崎ゆりやの生誕が表参道グランドにて決まっております。ありがとうございます。ただいまチケット SNS 先行中で、もう絶賛販売中という感じでございます。もうね、何歌うかとかね考え始めてるんですけど、みんなにねいっぱい楽しんでもらえるように、笑顔になってもらえるようなほっこりな時間をお届けできたらいいなって思います。ぜひ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 メンバーも出てくれるみたいなので、よろしくお願いします。遊びに来てください。頑張ったらファイト、ありがとうございます。ということで島崎の席替え終わります。これみんなあのランキングって読んでました？読んでいいのかな。そうなんですよ、楽しみなんです。本当に楽しみ、楽しみですね。というかもうこの秋、秋冬でね楽しみなことが本当にいっぱいあって、もう暑くなってきました。私までした、ありがとうございます。ということでいいかな、終わりにしちゃって大丈夫？43分だけど、続いてはね、あの19時からほうちゃん、佐々木ほのかさんの方が機会となっております。皆さんぜひこの配信が終わって19時になりましたら、ほうちゃんの方へカカカッと駆けつけてくれたら嬉しいです。ということでまた配信しますので、ショールーム絶対に、あ、今日配信しようかな、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでおつしまでした。ぜひありがとうございました。またお会いしましょう。